2001年の中日ドラゴンズでは2001年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは2回目の星の千日、監督体制の6年目のシーズンである。開幕から投手陣は野口茂げや山本正、川上健信などの活躍で好調だったが、打撃陣では対談したレオホメスの穴埋めとして獲得した新外国人が振るわず、 星野監督のラブコールで4月末にゴメスが復帰。またベテランの辰浪和義や山崎武史に頼る、打線の手こ入れのためかつての4番だった、大鵬安明が阪神から復帰し、機動力強化のため開幕後横浜から春と年をトレードで獲得。星野監督は、大鵬、春の遺跡組を何試合かスタメンで起用するが、その大鵬の衰えや春の不振に加えて、 打線全体が低調だったことともありチームのカンフル材には至らなかった。その一方で守備でエラーの目立った福留光介が内野手にコンバートされてまずまずの成績を上げたがかつての切り込み隊長李承藩がシーズン途中で対談するなどチーム内が混乱。投手陣の高騰を打線が見殺しにする試合も6月以降多くなり夏場には A クラス争いから脱落して、借金生活に突入。9月には、若手の朝倉健太と中里厚志を一軍に昇格させて、先発で投げさせるが、勝利には結びつかなかった。星野監督が同年限りで辞任、チームは4年ぶり B クラスの5位に終わった。シーズンオフに、山田久志監督の就任が発表されたが、翌シーズンの2軍監督を務めるはずだった、島野育夫が、 阪神ヘッドコーチへ就任した。このシーズンは勝利数優先で順位を決定。ありがとうございます。